500リットルはフィアットが製造、販売している小型 MPV でフィアット500の派生モデルである。2012年3月のジュネーブモーターショーで発表された。社名の L はラージを意味しており、500ハッチバックよりも 594mm、長く 153mm、広く 175mm 高いボディを持つ。プラットフォームは500とは異なり、 プントのものがベースとなっている。2013年から100カ国以上で販売が行われる予定である。エンジンは当初ガソリン2種類とディーゼル1種類がラインナップされ、後に直列4気筒1.6リットルディーゼルも追加された。500リットルのユニークな装備にラバッツァが開発した車載エスプレッソマシンがある。市販車では世界初のことである。2012年11月。 ロサンゼルスオートショーで500リットルの北米仕様が発表された。エンジンは500アバルトと同じ直列4気筒1.4リットルのマルチエアターボで最高出力 160HP、最大トルク184ポンドヒートを発揮する。トランスミッションは6速 MT と乾式クラッチを持つ6速 DCT の2種類。駆動方式は FWD のみとなる。また、 インフォテインメントシステムとして5インチタッチスクリーンを備えたユコネクト5.0が搭載される。2012年11月のローサンゼルスオートショーではまた、疑似 SUV 版の500リットルトレッキングが世界初公開された。地上高が上げられ、専用のフロント及びリアフェースが与えられ、拡大されたホイールアーチとボディ側面に黒色モールディングが施され、 17インチアロイホイールが装着され、ツートーンの内装を備える。また、トレッキングでは6.5インチスクリーンの湯コネクト6.5も選択可能となっている。2013年6月には3列シート7人乗り仕様の500リットルリビングが発表された。500リットルから全長が2 1 0トル延長されて4 3 5 0トルとなり、 また全高も1 0ト、mm、ル高い1 6 7 0ト、mm、ルとなっている。3列目のシートを倒すと、500リットルよりも238リットル、大きい638リットルのラゲッジスペースが得られる。パワートレーンは500リットルと同様である。なお、500リットルリビングは500リットル、500リットルトレッキングとは異なり、北米市場には投入されない。 500リットルシリーズはセルビアのクラグイエバツ工場にて生産される。以前はザスタバの工場であったが2008年にフィアットが買収し10億ユーロを投じて最新鋭の設備を持つ工場に生まれ変わらせた。2012年4月16日にはセルビア首相ミルコ・ツベトコビッチ他150名の来賓を招待して会所記念式典が行われた。ありがとうございます。